ークマンは1980年に稼働を開始したアーケード用ビデオゲームである。主人公キャラクターパックマンを操作してゴーストに捕まらないようにパクパクとクッキーを食べることでステージをクリアしていく。食べるをテーマにしたドットイートとも言われるジャンルの作品である。単純明快に理解できるルールの中に一定時間攻守が逆転して逆にゴーストに噛みつくことができるパワークッキー、画面の左右を行き来できるワープゾーン、ボーナスアイテムのフルーツターゲットなど絶妙な駆け引きがバランスよく織り込まれ、当時としてはそれまでにない新鮮なゲームとして大人気となった。ゲーム画面のルックは黒バックに配置されたネオン管のような迷路にビビッドな色使いのキャラクターが映え、効果音デモで流れる BGM などはポップな印象を与える。プレイヤーが操るパックマンは黄色い丸という記号的で非常にシンプルな表現となっていて、アイコンとしての印象も強い。いくつかのステージをクリアするとちょっとしたコーヒーブレイクタイムとしてコミカルなアニメーションが流れるなど、全体を通して可愛さや楽しさの表現が散りばめられている。これは当時男性客であふれかえるゲームセンターを見た開発者の岩谷徹氏が女性客も楽しめるゲームを目指した結果である。ゲームが完成する頃、そのシンプルなドットのキャラクターからさらにイメージを膨らませたデザインのキャラクターイラストが制作された。キャラクターデザインは当時のデザイン課に所属していた山下忠氏によるもの。ほぼ完成した状態のパックマンを実際にプレイをした後、すぐにイメージが湧き制作を開始したという。そのキャラクターはアップライト筐体のデザインに散りばめられ、明るくポップな世界が魅力的に表現されている。筐体側面のラフデザインなどが残されており、このデザイン過程に初期のキャラクターのラフから徐々に完成形に近いデザインにブラッシュアップされていく様子が見て取れる。当時流行していたアメリカンポップを意識し、アメリカ西海岸を走っているパックマンとそこにいたずらをするゴーストといったシーンをイメージしながらキャラクター造形を行ったという。80年代当時の流行イメージが色濃く反映されていると言っていいだろう。パックマンのキャラクターには輪郭線の鋭角なエッジが分断されていたり、ところどころに欠けがあるなどの特徴的な表現がある。これは当初均一な太い線で輪郭を縁取ったところ、重く閉じられた印象になったため意図的に白抜きをして動きを感じさせるとともに、強い光の当たったハイライトのような効果を狙ったものである。山下氏はパックマン以前の製品であるボンビーのロゴなどで金属光沢を少ない色数で表現するなど、海外のレコードジャケットのロゴなどに見られた表現方法をゲームのグラフィックデザインに持ち込んでおり、パックマンの輪郭線に光を感じさせるスタイルはさらにそれをミニマルな手段で表現していると言えるだろう。また切り欠きのあるパックマンの目はゲーム画面のパックマンを縦に引き伸ばしたものを隠しキャラ的に配置したものであり、これもまた印象的なポイントとなっている。タイトルロゴのデザインも山下氏の手によるもので、このデザインもキャラクターと並んで作品にユニークな印象を与える仕上がりとなっている。リリースに先駆けた1980年6月29日には
新宿の巨大ビジョンにゲリラ的にゲーム映像を流すなど、それまでの業務用ビデオゲームでは考えられなかったようなプロモーションも行われ、話題を呼んだ。そして7月には正式稼働が開始される。リリース後には瞬く間に評判となり、1980年度の最も売れたアーケードゲームという結果を残し、大ヒット作品となった。一枚絵のイラストも制作され、広告やポスターに使用されている。当時ゲームセンターに貼り出されたパックマンのポスターは複数存在するが、このマイクに向かって叫んでいるものが代表的なものであり、パックマンのキービジュアルと言えるだろう。このポスターに使用された原画は近年現存が確認された。経年劣化によって自然退色してしまっているが、トレーシングペーパーに描かれた線画を印画紙に焼き付けた後に、アクリルカラーを使ったエアブラシワークによって着彩されている。これは山下氏自身の手によるもので、パックマンが発売された後のすでに大ヒットの兆しが見えてきているタイミングで描かれた。山下氏はパックマンをマイクに向かって思い切りシャウトさせて、その喜びを表現させたかったと語っている。パックマンは1980年12月には北米でリリースされた。当初業界での評価はそれほど高いものではなかったが、すぐに人気に火がつき、1981年には全米で最も売れたビデオゲームとなるなど、空前の大ヒットとなり、後に1980年代のビデオゲーム文化を象徴する作品とも言われるようになる。社会現象となったパックマンは、ゲーム以外にも爆発的に展開が広がったものの、さまざまにアレンジされたキャラクターイラストなどが氾濫し、統一感が失われることも多かった。当時のナムコデザイン室では、キャラクタービジネスに向けたクオリティの安定と向上を目指し、キャラクターマニュアルが制作された。各種ポーズイラストや色指定の他に、さまざまなシチュエーションのイラストも制作されている。この後ナムコではキャラクターを大切に運用するという意識が定着し、キャラクターの開発に力が注がれることになり、他のキャラクターでも製品リリース時にこういったキャラクターマニュアルが制作されている。パックマンはその他にも様々な移植版が発売されている。海外での家庭用ゲーム機向けやパソコン向けのソフトなど、まだ家でゲームを楽しむことがややハードルの高いものだった時代にも多数発売された。そして1984年にはファミリーコンピューター用ソフトが発売された。こちらのパッケージに使用されたキービジュアルは、汎用的な仕様を想定したビジュアルとして、キャラクターマニュアルと同時に描かれたものが使用された。これもまたパックマンの代表的なビジュアルと言えるだろう。そしてパックマンはその後も派生作品が開発し続けられることとなる。1980年から現在に至るまで、絶え間なくさまざまな関連作品がリリースされ続けており、アトラクションや携帯機用の作品なども含めると、その総数は把握が困難なほど多数となっている。こうしてナムコの代名詞ともいえる存在となったパックマンだが、時代が移り変わった今現在も、バンダイナムコエンターテイメントの顔として愛され、揺るぎない存在感を放ち続けている。